はい、どうも。今日は、なんかね、すげえどっと疲れが来たんで、なんも、はい、こっから進捗してません。むしろ進捗、まあ、壁ぶっ壊そうかと思ったんだけど、あんまりぶっ壊していくと、ちょっとまだ門を買ってないから、あと門をつけるっていうことも考えないとなんで、意外と、まだガンガンいけないかなって感じっすね。これ以上こう広くなるとまたね、空き巣とか入りやすくなっちゃうから、それが嫌で。まあ、またって言ったけど、これが売りに出されてる間、襖が盗まれたんだって。襖って普通盗まれるかって思ったけどね、売り主の人と話してて。で、まあ問題が車庫で、で、俺の理想としては、まあここだね。今この塀がぶっ壊すんだけど、あそこが書斎で、書斎に対して縦でこうやって入れられれば理想なんだが、今このエブリーちゃんが3m39かな、まあ一応 3m40 として、まあまあギリギリっすよ。まあまあギリギリなんだよね。 3m40 がここで、これ塀の厚さ、塀のまあ大体ここら辺だから、多分ねギリギリ入るしギリギリ出ると思う。そうだから結構ね、ここのコンクリートブロックかな、このコンクリートブロックどかしてどうかなっていう感じ。それでもギリギリ結構威圧感があるし、せっかくこう日当たりと風通しがいいところに車が塞いでしまうのはいかがなものかという感じです。で、まあ第二案としては、まあ縦列で、まあここにああやってあっちに向かってバックで入ろうかなっていう感じなんだけれども、そうするとね、こやつが邪魔くさく、まあだいたいこれ地面と平行になるまで外ればいいと思うよね。地面と平行になるくらいまで。で、あとは横幅がね147なんだよね、あの車が。だからそうすると147があるのかというところですね。ここね意外と狭いんだわ。で、あと雨戸つけたいから、多分その分もちょっと出っ張ってくるんで、いやー微妙だなっていう感じっすね。ちょっとメジャーを、大体160ぐらいあるけど、結構ビタで窓ガラスの方に車寄せないとダメくさいから、そうするとあれ出るよね、車道にドアがね。だからな、試しにこっち、ここまでまあこの書斎ら辺までぶっかいてみて、まあどんな感じになるかだけやってみようかと思います。はい。で、あと車なんだけども、縦でドカドカって入れたいから、まあもったいないけど、まあこの屋根はもう腐ってて次の年持たないと思うんだよね。だからこれはもうゴールデンウィーク中とかに撤去して、で糸を張って、でこの家の前まで車バックで持ってこれるようにしちゃいたいです。単管のトタンの屋根を作れば、雨どいなくてもその単管パイプのトタンの屋根に全部落として
その傾斜で落としたいところに落とせばいいかなっていう感じなんで、ね、だ結構来てるしね、ここら辺とかに。はい、こんな感じです。まあ、ちょっとうかつにガツガツ行こうと思ってたけど、ちょっと一旦冷静になって止まってみた感じっすね。であとはこのプラント42たちに、硫酸弾という3ポールをかけて弱らせて今日は終了です。